キアッパトリプルスレッドは、イタリアのキアッパファイアームズ社が開発した中折れ式散弾銃である。木製のレシーバーに、グリップ一体型のショルダーストック等を備えた、クラシカルなブレークアクション方式の散弾銃だが、最大の特徴として、トリプルスレッドの名の通り、髪型に一つ、下方に二つと、正面から見ると三角形になるように18.5インチ調の三つの重心を備えており、 発射の際は、薬室側から見て右下、左下、髪型の重心の順番で発射される。トリガーは単引き型で、フロントサイトは固定式、ファイバーオプティックサイトを、重心部分をテイクダウンさせる、アクションレバー工法にマニュアルセーフティを備え、ショルダーストックは2ピース構造となっており、グリップ部分より、後部は取り外しが可能であるため、 全長をより短くすることも可能。弾薬は12ゲージ、20ゲージ、410ゲージショットシェル使用し、薬質の溶石より強力な3インチマグナムショットシェルにも対応している。トリプルクラウン長重心モデル。トリプルスレッドと同じく、使用弾薬は12ゲージ、20ゲージ、410ゲージショットシェルだが、重心長が12ゲージモデルでは28インチ。 それ以外のモデルでは26インチとなっている。トリプルスレッド BLK 使用弾薬は12、ゲージショットシェルのみで、重心上部と下部には、拡張性を高めるピカティニーレールが備わっている。通常のトリプルスレッドとは異なり、ショルダーストックは、スタンダードな1ピース構造で、取り外しによる全長の短縮はできない。ありがとうございます。